糸崎君雄です。梅津陽一の絵画とは何だろうかについてという話をしようと思いますけども、昨日実はね、近所の図書館に行って、美術手帳のコピーをしてきたんですね。これ最新号のね、2020年12月号なんですよ。で、絵画の見方特集で、そしてね、監修梅津陽一って書いてあるんですね。で、梅津陽一さんというのは、私の知り合いのアーティストですけども、東京造形大学出身でね、私と同じなんですよ、ね、私の後輩が梅津陽一さんという、まあ、別にその先輩面することもないんですけども、まあ、東京造形大学出身のアーティストとしては梅津陽一さんは一番今有名な人の一人 で、それで、まあ、こういう美術手帳のね、特集の監修までやるとね、これはなんかすごいなというふうにして思うんですよ。で、このね、一番最初に絵画とは何だろうかっていうね、短い文章、これ4ページなんですけども、載ってて、で、これ読んでちょっと思ったことをね、喋ってみようと思ったんですね。で、まあ、これコピーですね。本来は買ってから言わなきゃいけないんだけども、まあ、ちょっとこのチャンネルも収益化できていないということもあって、まあ、申し訳ないけどコピーをさせていただいたんですね。で、これモノクロなんで分かりづらいと思いますけども、これ実は黒い字に、原色のカラーがね、なんか並んでいて目がチカチカして読みづらいんですけど、まあそういうね、こう大胆な、レイアウトも含めて、まあそういう梅津さんのメッセージになっているんですけども、まあ、僕の立場から読むと、これはかなり突っ込みどころが多いんですね。で、まあ人にはいろんな立場があって、この文章はね、ちゃんと美術手帳に評価された、梅津さんが書いていて、でまあ編集部の方もこれで OK でしょうって、もう簡単に載ってますからね。だからまあ私が勝手な、分析というか批評というかね、そういうことしてもいいだろうと、まあ、本当は買ってからやるべきなんですけど、まあどうもすいません、この点についてはすいませんということなんですね。で、まあ、全部やってるとキリがないんで、ちょっとかいつまんで、読んでみますけども、冒頭から読んでみますね。まずね、絵画とは何だろう、梅津陽一文。はじめに、本特集の主眼は現代美術における絵画部門のカッティングエッジを紹介することではない。絵画とは一体何だろうという普遍的かつ素朴な問いに少しでも迫ることが狙いである、ということですけどね。この問い自体はすごくいいなと思うんですよね。絵画とは一体何だろうという普遍的かつ素朴な問いですからね。これはだからその、まあ、哲学的な問いと、いうわけですよね。普遍的かつ素朴な問いというのは哲学的な問いなわけですよね。で、続けて読みますけども、現代美術という形式は半世紀以上前に伝統的な絵画、彫刻といった区分から解放され、作者が造形した物質からコンセプトや行為、アクション、出来事、ハプニングへと主戦場が移ってきたとされている、というところなんですけどね。まずその現代美術という形式は半世紀以上前に伝統的な絵画、彫刻といった区分から解放されというところなんですけども、半世紀以上前っていうと、まあ私今、ちょうど55歳ですね。だから私が生まれた頃の話だということになるんですけども、それってそんな最近のことなのかなというふうにして思うんですよね。で、まあ、そもそもその現代美術という形式はっていうね、現代美術っていうのは形式なのかっていう、そういう問いもありますけども、まあ普通に言うと現代美術っていうのはさまざまな形式を含むわけですよね。で、まあ逆に言うと、その伝統的な絵画、彫刻といった形式から解放されて、でまあコンセプトやアクション、ハプニングとね、パフォーマンス、今の言葉で言うとパフォーマンスですけどね、そういうものに移ってきたということなんですけども、まあ普通に考えると、そのきっかけになったというか、まあ、デュシャンですよね。マルセル・デュシャンですよね。マルセル・デュシャンが、そのレディメイドをはじめ、まあ、新しい試みを、したわけですよ。あと、ダダイズムっていうのがありましたよね。
でちょっと確認するとそのジュシャンが泉という、まあ、一つエポックメイキング的な作品ですね、その便器をそのままこうトイレに置いてある便器をそのまま持ってきてこれが作品だっつってね、泉というタイトルをつけたと、それがね1917年なんですよ。でそうするとね、まあ、半世紀以上前っていうかもう100年前ですね、100年以上前なんですね。だからここでだから半世紀以上前っていうそういう中途半端な数字が出てくること自体がまあちょっと不可思議で、それはその絵画とは一体何だろうという普遍的かつ素朴な問いに少しでも迫るっていう、そういうそのテーマとしてはちょっと、ないんじゃないのかなというふうにして思うんですよね。でそれとそのなんでその、現代美術が伝統的な絵画彫刻といった区分から解放されなければならなかったのかっていうと、まあ、僕の認識だと写真の影響はすごく大きいわけですよね。だから梅津さんが今そのテーマにしている、絵画ということで言うと、そもそもヨーロッパ絵画というのは、伝統的には写実絵画だったわけですよね。つまりその正確な遠近法、そして正確な陰影法、そして細密な描写ですね。でそれと筆跡ができるだけ残らないように、スフマート技法っていってぼかし技法ですよね。だからその写真が登場する以前は写真のような絵画を、ヨーロッパの画家たちは描いてきたわけですよね。でそれが写真に置き換わったわけですよ。でそうすると画家たちは写実的な絵を描いている画家たちはその職も失うしアイデンティティも失うしどうしようっていうことで、じゃあその写真では撮れない人間にしか描けない絵画とは何かと、ね、そういうことでその印象派に始まって、印象派ってのはだからその写真に撮れない絵を目指したわけですよね。荒々しいタッチで描くと、で印象を描くと、まあ黎明期の写真って写真撮るのに何十秒何分何十秒って時間かかったので、それより早くってこうパパパッと描くわけですよ、ね、で色だってその自然の色じゃなくてその原色を散りばめたりとかね、まあ、いろんな試みをする中でだんだんその、まあ、アーティストがいろいろとやるようになって、そうするとその行き着先はその、ジュシャンみたいなそのレディメイドであったりとかで、そうするとその絵画とか素朴彫刻とかっていう区分に当てはまらないようなもうとにかくいろんな表現が現れると。なんでそんないろんな表現が現れるようになったのかっていうと、それは、写真の登場がすごく大きいので、だから絵画とは一体何だろうって考えた時にその写真の登場について考えないと普遍的かつ素朴な問いに迫ったことにはならないんじゃないのかなと。でこれは私が写真家だからそういうというのではなくて、そもそもそのカメラというもの自体が写真の発明以前からあったわけですよね。写真っていうのはだからそのカメラにカメラが映す映像を、まあ、科学的変化によって定着させると、これは産業革命の技術なんですけども、カメラっていうのはだから四角い木箱にレンズとすりガラスがついた簡単な機材なんですね。で観光材料がなかった時代はその写真の発明以前はそのすりガラスに紙をトレーシングペーパーを置いて、でまあ写った映像をこう手でなぞり書きをしてたわけですよね。でそれで絵画の下図を作っていて正確な遠近法の絵を描いたわけですよね。だからその意味でもその写真と絵画の歴史っていうのはダイレクトにつながっているし、絵画とは一体何だろうと考えるときにはその写真のことも考えないと、まあ全然不十分かなというふうにして思うんですね。でまあ梅津さんのおっしゃりたいことというのはその、まあ、省略して言いますけども
まあ、現代美術というのはいろんな表現、多岐にわたる表現ですけども、そのまあ、未だにその絵画というものは存在するし、そのアートマーケットの中では絵画彫刻が、売買されているの で、だからまあその絵画について改めて語ると、ね、で梅津さんはだからその自分は画家であるというアイデンティティで絵を描き続けているという立場のアーティストなわけですよね。でまあ、そういう明快さも世間的には受けていて評価されているんだと思うんですけどね。でそういうことで、その梅津さんは、まあ、絵画についてこれ以降語るんですけども、でその中でね、絵画と絵の具について語ったくだりを、引用して読んでみようと思うんですけども、人が長い歴史の中で絵の具に触れ続けてこられたのは、この物質には人間の動物的本能に由来する知覚にダイレクトに働きかけてくる側面があったからだろう。こうした身体の運動と思考の記録が筆を介して絵の具にストックされ、キャンバス上に配されていくことで絵画は生成される。絵画は人の営みを記録する媒体として汎用性や保存性を考慮しても今なお優れていると言えるのではないだろうかと書いてあって、まあ、これだけ読むとね、なるほどごもっともというふうにして思えるかもしれないですけども、まあ、これもちょっと考えると突っ込みどころがいっぱいあってですね。で、人が長い歴史の中で絵の具に触れ続けてこられたのはって書いてありますけども、その人が長い歴史の中で絵の具に触れ続けてこられたっていうね、この一文ですね。でまずこの場合の人って何っていうことなんですよね。人が長い歴史の中で絵の具に触れ続けてこられたのは、で、まあ、実は今は誰でも絵の具に触れることができるわけですよね。まず私ももちろんそうでしたけども、小学校の、図工の時間、図画工作の時間に、水彩絵の具を配らされて、まあ、絵を描かされるわけですよね。だから絵が得意とか不得意とか関係なく、好きだとか嫌いだとか関係なく強制的に絵を描かされるわけですよね。でその意味で言うと、人は誰でもその絵の具に触れているわけだし、今は画材屋に行けばチューブ入りの絵の具がね、油絵にしろ水彩にしろポスカラにしろガッシュにしろいろいろ売ってますからね。だから、そうやって絵の具に触れ続けることはできるんですけども、じゃあ近代以前はどうだったのかっていうと、まず絵の具を作ることから大変なわけですよね。売ってないですからね。だから全部画家が手作りして、その顔料をゴリゴリ吸って、で、メディウムを混ぜてね、で自分で色を作んなきゃいけないとね。でそういう風にして、その絵の具を扱える人っていうのはかなり特殊な階級の人ですよね。画家っていうのはだから特殊な階級の人で、そのまああの、まあ、ルネサンス期にしたって、その、まあ、王様お抱えの絵師だったわけですよね。レオナルド・ダ・ヴィンチにしろラファエルにしろ、まあ、誰であれね、宮廷画家ですよね。宮廷画家ゴヤっていう映画も見ましたけどね、だから特別な地位にある人ですよ。だからゴヤは、まあ、みんなから尊敬されていたわけですよね。で、あと、まあ、例えばそのエジプト時代ですね。エジプト時代っていうのは、エジプトの絵画っていうのはもう各形式、こういう比率でこういう題材で何を描いてどう描くかっていうのは全部こう決まってたわけですよね。で決まってたってことは、それはね、一つその高度な知的体系として、構築されていたわけですよ。だからね、エジプト時代の画家絵師っていうのは、その、まあ、もちろん官職なわけですよね。公務員なわけですよ。で、知的な、かなり高い知的階級なわけですよね。こう自分の心の思うかままに自由に描くわけじゃないですからね。そうすると、それもその、まあ、人の中でもかなり特別な人ですよね。だからその、人が長い歴史の中で絵の具に触れ続けてこられたのはっていう人っていうのは、だから、まあ、かなりごく一部の人であって、それをして人が長い間歴史の中で触れ続けてこられたのはって表現すると、まあちょっと違和感あるかなというふうにして、
思うんですよね。でそれとね、さらに問題なのはね、その人が長い歴史の中で絵の具に触れ続けてこられたのは、この物質は人間の動物的本能に由来するなんとかって書いてあるんですけども、その絵の具に対してこの物質はっていうふうにして表現してるんですよね。これもその結構違和感があってですね、絵の具っていう物質ってあるんですかっていうことなんですよね。だから絵の具っていう抽象的な物質はまあないですよ。だからその絵の具ってもその油絵もあるし水彩画もあるし、ポスターカラーもあるわけですよね。で私一応ね、受験は写真学科じゃないんですよ。私はデザイン学科だったんですね。でその前はね、絵画受験したんですよ。芸大の絵画受験して落ちたんですね。でだからね、油絵描いたことあるんですよ。でもちろん水彩画も描いたし、ガッシュとかポスカラとか、一通りっていうか、まあ、テンペラとか描いたことないですけどね。あと、まあ、フレスコ画は描いたことないですけどね。あと母親がね、日本画をやってたんですよ、趣味で。で日本画はね、あれこれさっき話したっけ、とにかく母親がこうゴリゴリね、すり鉢で絵の具作って、顔料を砕いて、で二階を混ぜたのを見て、これは日本画大変だなと思いましたけども、だから絵の具ってとにかくいろいろたくさんあるわけですよね。でそうするとそれをその絵の具という物質っていう言い方していいのかなっていうふうにして思うんですよね。だからそれはその絵を描いたことないような素人の人が絵の具という物質っていうね、そうやって抽象的に考えるのはまあそれはまあしょうがないなと思いますけども、梅津さんは仮にも画家だし、それとこの論ではだからその絵画についてまあ本質的なことを考えようという、そういう文章ですからね。その中でそのこの物質はっていう、だからどうもこの一文取られると、人が長い歴史の中で絵の具に触れ続けてこられたのはっていう、このまず人っていうもの自体が、抽象化されているし、絵の具っていうこと自体も抽象化されているんですよね。だからそういう枠組みからスタートすると、こう何にもこの像を結ばないというか、さっきのカメラの話じゃないですけどね、その話の論旨が結びつかないというふうにして思うんですよね。でまあこうやって端から突っ込んでいくと、この文章切りがないんですけども、総じてそのまあ抽象的でふわふわしている感じがするし、あとその絵画とは何かについて語りますというにもかかわらず、そのまあ何にでも絵画にも彫刻にも、それこそパフォーマンスやハプニングにも当てはまるようなことが書いてあって、まあ非常にこうふわふわしてるんですよね。で絵画論でいうと、私絵画論そんなたくさん読んでないですけども、ダヴィンチの初期、レオナルド・ダヴィンチの初期が岩波文庫で出ていて、これのダヴィンチの絵画論がすごく優れているというか、説得力あって感動的なんですけどね。だからその、まあ、ダヴィンチは絵画も描くし彫刻も作る人ですけども、やっぱりその絵画というものがその芸術の中では一番優れているということを論証した一文があるんですよ。でそれはそのやはり絵画というのは立体の空間をこう平面に還元するわけですよね。これっていうのはかなり高度に知的な作業だというわけですよ。だから彫刻というのはその立体を立体に置き換えるだけですからね。だからその意味で言うとあんまり頭使わなくていいんですけども、立体を平面に置き換えるには、まあ、まずその正確な遠近法ですよね。で正確な陰影法ですよね。でその正確な陰影法もその、まあ、かなりその影を見極めてこう立体物を平面の中で作るんだと。そして立体的な空間を、そのつまりこの顔があって背景があって、背景までの距離がどれぐらいあるのかということも、その
ちゃんと考慮しながら書かなければならないと。で、僕はあの受験デッサンで散々言われたのが、石膏像を書くときもこの単にこうノリでこうね陰影をつけるだけじゃなくて、こう頭のこう後ろにこう回ってくるこの曲面のこの回り込みを書けっていうわけですよね。だって実際その紙ですから平面なのに回り込みもクソもないんだけど、でも書くときはちゃんとこう石膏像の頭の後ろにこう回り込んでいるように書かなきゃいけないと、ね、でそうやって頭使えっつって私は教育を受けたんですよ。それでまあ写真家を やってるんですけどね。でそういう話をするんだったらすごく説得力があるんだけども、まあ、今の時代はもちろんそのレオナルド・ダ・ヴィンチの技術というのは、まあ、写真に置き換えられてしまった、写真に乗り越えられてしまったわけですよね。でそうするとじゃあね、あの梅津陽一さんが今画家として、じゃあ昔レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたような絵画じゃなきゃダメなんだと、今こそ絵画なんだとね、だから俺は絵画を選択したんだという、そういうなんか説得力のある一文が欲しいし、そうするとこの、絵画の見方、絵画特集です、今時絵画特集かよっていうね、普通だったらそうなんですけど、いやそうじゃないんだとね、そういう説得力が、私は欲しかったとね、そういう話でありました。